慎みを誤って拝読したてまつる主祖法然上人御本を第24章時々別寺の念仏を主して心をもみをもあげまし整え進むべきなり日々に六万遍四万遍を唱えばさても足りぬべきことにてあれども人の心様は痛くめなれ耳慣れぬればイライラと進む心を少なく明け暮れは早々として心静かならぬようにてのみそ略になりゆくなりその心を進めんためには時々別寺の念仏を主すべきなりしかれば天道画商も年頃に励まし真の善徳も詳しく教えられたり道場も引き繕い下校も備え立てまつらんこと直ちからの耐えたらんに従うべしまた我が身をもことに清めて道場に入りてあるいは三時あるいは六時何度に念仏すべしもし道行などはまたあらん時は変わる変わる入りて普段念仏にも主すべしかようのこと